こんにちは。ザリガニ親父が江戸川バンクから今日もお届けいたします。今日は6月は30日最終日ですね。水曜日の夜はゼービックというですね、英語でだべり合う会を開催してます。もう3年目になりますね。お好きな方は、英語でだべるのお好きな方はいらしてください。今日はですね、コミュニケーション上の重要なポイントとして一つですね、自分に約束する自己コミットメントというお話をしたいと思います。皆様にこういうしゃべりでですね、 YouTube とブログで、私はこの6月に Kindle 電子書籍を15冊発刊しますというお約束しました。これはですね、他人様、よそ様へのお約束と同時にですね、私自身に対する約束なんですよね。これを自分に約束する自己コミットメントと言います。自己コミットメントできる人が結局はですね、まあ、人生ではうまくいくんじゃないですかね。死んでいくときにですね、ああよくやったと、やるだけのことをやったなと、思い残すことはない、人生悔いはなしという死に方をできると私は思います。皆様にですね、6月の1日に、この6月には16冊の新しい本を電子本で出しますから、というのは過去にですね、書き溜めてあった原稿があったということもありますが、ただいまですね、30日の午後1時に15冊目が発刊されました。まあ大変でした。朝の6時からですね、夕方の6時までデスクに座りっぱなしで電子音を書きましたから、足首にですね、両足に水が溜まっちゃってですね、これ一種のですね、飛行機でアメリカとかイギリスとか飛ぶとですね、10時間以上乗ってるとですね、足がむくれてくる。ひどい場合はですね、血栓が飛んだりしてですね、脳に入ったら命取りですね。それってエコノミー症候群というんですが、まあ、そんな感じになりましたね。エコノミー症候群みたいになりました。だって25日間ですか、毎日10時間ぐらい書きまくりましたからね、電子本を。でもこの1時にですね、15冊目が出ていきました。これはですね、自分に対するコミットメントなんですよね。自己コミットメント、私は自己コミットメントできる人はタバコをやめたりですね、肝臓に悪いからといって、休肝日を取ったりすることができる人だと思います。私は人生重要なことはですね、自己コミットメントができるかどうかだと思います。今日はこの辺りにしておきます。お聞きいただいてありがとうございました。